してもらおうかな。それじゃあ、一体どこから吹いてくるんだろう。それにこの風を資源にって言ってたけど、よくわからないんだよね。どうやって使うのかな。
よし、かかってきなさい。
らえよ。まあ、当然の結果よね。うん、レベルが上がったよ。動く前に終わらせるわ。外さないよ。動く前に終わらせるわ。外さないよ。気づいてないぞ。今のうち。外さないよ。やっ。
く前に終わらせるわ。外さないよ。これで一通りの課題は終わったかな。しばらくしたら変わるはずだから、後でまた来てみよう。
めてくださいよ。ケーナ怖がりなんですから。ケーナもケーナだよ。カメラさんなんて怖くもなんともないのにそんなに怖がっちゃって。すみません。でもパメラさんが幽霊だと思うとやっぱりちょっと怖くなってしまって。失礼ね。これでも私幽霊としてはちょっとしたものなのよ。幽霊歴だって長いし、お友達からは一目置かれてるんですからね。そうなんですか。いつものんびりしてるからわからないんですけど。そういえば幽霊って何ができるんですか。そうね、空を飛んだり壁を抜けたり姿を消したり、あとは何かに取り付いたりとか。それって人にも取り付いたりできるってことですか。人はちょっと難しいのよね。相性もあるし、もともと中身があるものは入ると狭いから。中身ってそんな人形みたいに。前にホムちゃんの中に入ろうとしてうまくいかなかったこともあるし。でも相性とかもありそうだし、うまくいくのかしら。だとえば、ケーナとか。私ですか。ケーナにパメラさんが入るってこと。それはちょっと面白いかも。せっかくだから試してみようか。嫌ですよ、そんなこと。そんなことして私も幽霊になってしまったらどうするんですか。ないない、なるわけないってば。ってことでパメラさんお願いします。任せといて。それじゃあ行くわよ。えい。ケーナ、大丈夫？あら、意外としっくりくるかも。あーあー、パメラです。うん、バッチリよ。その喋り方はパメラさん？本当にケーナの中に入っちゃったんですか？そうよ、ケーナとは相性がいいみたいね。自分でもちょっとびっくりよ。久しぶりの生身の感覚、なんだかくすぐったいわね。狭いです。早く出てください、パメラさん。狭いってどういう感覚なんだろう。せっかく相性がいいのにすぐに出るなんてつまんない。さーて、次は何をしようかしら。久しぶりに食事でも、それともお着替えの方がいいかしら。なんで着替えなんですか。幽霊は自由に着替えなんてできないもの。ケイナは可愛いからおしゃれの違いもありそうよね。というわけで脱いじゃおうかしら。あ、ダメです。こんなところで着替えないでください。あー、押さないで。無理に押し出そうとすると反動でケイナが外に出ちゃうわよ。ケイナの中すごく居心地がいいわ。しばらくこのままでいようかしら。怖いこと言わないでください。すごい、なんだか面白い。ケイナが一人芝居やってるみたい。
喜んでいる場合じゃありません。助けてください。いらっしゃいます。これでいいのかしら。これは姫様、何かご用でしょうか。ちょっと後ろに戻ってみたから寄ってみたんだよ。何してるのかなって。見ての通り日々の業務を遂行しております。申し訳ありませんが、特にご用がないのであれば。ああごめんごめん、邪魔するつもりはないから。お仕事頑張ってね。私の心配よりもご自分のことを心配なさってください。ですが、お心遣いありがとうございます。ルーフェス、いつも忙しそうだな。自分の心配って言われても、今日は特に何もないし。あ、サトリ先生に飲み物買ってきてって頼まれてたんだ。高場に行ってくよ。珍しいところで会うわね。昼間からお姫様がこんなところに来てていいのかしら。ただのお使いですよ、エスティさん。それよりエスティさんこそお酒飲んだりしてませんよね。あら失礼ね。私はこれでもお仕事中。ルーフェス君といろいろ打ち合わせがあってね。ルーフェス？ルーフェスなら今は後ろに。私がどうかしましたか。え、ルーフェス？いつの間に。いつの間にって、もうずいぶん前から私とここで打ち合わせしてたけど。飲み物が切れてしまったので駐座していただけです。この酒場には主人がいませんからね。どういうこと。ルーフェス、ついさっき私と後ろで会ったよね。確かにお会いしましたが、ついさっきということはないのでは。そんなことないよ。だって私後ろからまっすぐここに来たんだもん。まっすぐといってもいろいろと道はあります。どこかで私が姫様を追い越してしまっただけでしょう。私は済んだかしら。私もちょっと時間がないから手早く済ませたいんだけど。これは失礼いたしました。そういうことですので、姫様、他にご用がなければ。大丈夫。アトリエに戻るね。ああそうだ、トトリ様からの頼まれ物でしたらそこに置いてありますので、どうぞお忘れないように。どうしてそのことまで。ルーフェスって一体。これは姫様、これは姫様。なるほど。姫様、
先ほど拝見しました内容をまとめておきました。ではまた何かありましたら声をかけてください。何を作ろうかな。ことしてたらぶつかっちまった。大丈夫か。ジーナさん考え事って冒険者が考えることって言ったら一つしかないだろう。いかにして強くなるか、これだけだ。そうなんですか。
他にも財宝のこととか未知の世界のこととかいろいろあるような気がしますけど。そりゃあそういうこともあるけどさ、全部ひっくるめて最後に一番大事なことはやっぱり強さだぜ。でもこれがなかなか難しくてさ、強くなるにはどうすればいいかいくら修行してもよくわかんないんだよな。あ、ちょっとわかる気がします。私もどうすれば今より上手に調合できるかずっと考えてますから。そうか、やっぱそうだよな。お前も師匠を超えるために錬金術をやってるんだろ。師匠ってトトリ先生のことですか？とんでもない、私なんかまだそんな。そういう考えは良くないぜ。師匠だろうと先生だろうとガンガン超える気でやらねえとな。相手が上なのは当たり前だろ。気持ちで負けてたらいつまで経っても追いつけないぜ。なるほど、勉強になります。つまりジーナさんの師匠ってすごく強くて倒せないような人なんですか？そうなんだよ。俺も相当修行とかしてるんだけど何回勝負してもダメなんだよな。おっと、修行といえば今日のノルマまだ終わってないんだった。それじゃあまたな。行っちゃった。ジーノさんも有名な冒険者なのに一度も勝てない師匠ってどんな人なのかな。でも私もトトリ先生にはかないっこないもんね。先生ってそういうものな気もするけど。ダメダメ、そんな気持ちじゃ一人前の錬金術師になれないよね。よーし、もっと頑張って調合しよう。おお、いいと。これでいいんだな。よっ。の。これでいいのかな。これでいいのかしら。簡単簡単。
使おう。これよし始めるよ。できた。うわ、新しい特性ができちゃったよ。さてとこれくらいでいいかな。あとはしばらくこのままで。失礼します。姫様、この騒ぎはご存知かと思いますが。うん、エントでしょ。ずいぶん近くに来たみたいだけど。はい、先ほど近くに移動完了したと物見の兵士から報告が入りました。姫様、分かっておいでだとは思いますが。もちろん、せっかく近くに来てるんだし、縁と探検隊を作って私が隊長に。おやめください。縁との森内部は大変危険であると報告されています。ただし。でもそんなところが主の近くに来てるのに放っておいたら被害が出ちゃったりするんじゃないの。最後まで話をお聞きください。こちらから侵入しなければ外部の者に危害は加えないという調査結果があります。間違っても足を踏み入れないように。それにしばらくすれば別の場所へ移動していくはずですから。腕に覚えのない者が興味本位で行くにはあまりにも危険な場所です。決して近づかないように。いいですね。つまり腕に覚えがあれば中に入ってもいいってことだよね。え、メルルちゃん、その考え方はちょっと。大丈夫です。私が未熟かどうか私が一番よく知ってますから。そうかな、いつ見ても無茶ばっかりだし私は心配だな。